ご機嫌いかがですか。実は一つだけ猛虎に感謝してることがある。良い弓に勝る武具はございません。あんたの弓を強くいたしましょうか。助かった。さあお納めください。いい日和です。本当だって。猛虎の皇帝の玉座はこの世の真ん中にある一番高い山に置かれてるとさ。足立家と長尾家は滅んでしまった。行山様のお話。酒井様、無事であったか。長尾家の下男の権次郎と言ったな。長尾殿のことは無念であった。俺のようなもののことを覚えててくださったんですね。あなたのおかげで大勢が助かってます。戦はまだ始まったばかりだぞ。だから俺もお手伝いしたいんです。みんなで使えそうなものを集めました。どうぞお受け取りください。これは助かるな。皆に礼を伝えてくれ。他に役に立ちそうなものがあればあなたの立ち寄りそうなところに置いておきますね。対馬をどうぞお守りください。この話はやめて。この近くに役立つものはないか。残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。刀鍛冶をお探しですか。酒井家に伝わる宝刀、素晴らしい一品です。見ただけでわかるのか。私には刀の顔がわかるのです。人と同じくそれぞれ違うのですよ。酒井様、素材をお持ちくだされば喜んでその宝刀を鍛えて差し上げましょう。磨き上げましたよ。酒井様、十分な素材をお持ちください。これで我らも安全です。これからも御仏の示す道をお進みください。かつて猛虎が霞むほど恐ろしい敵がいました。その伝承を。御仏の教えをお忘れなきよう。
の数が前より増えてると思わない？そりゃそう。